さあ、言い出しっぺが結果的には持って帰ることになりました。300万円。いやー最後の最後にしてやられましたね。でもあのお客さんの大歓声はすごかったですね、20世紀最後。でもやっぱりね、シュガー長島負けたからダメですよ。負けちゃダメです。ということはだって自分らがこのトーナメントやらせたわけですよ。なるほど。勝ち上がってきた、そうやって勝ち上がってきたチームに負けちゃダメです。やっぱりこれがなんかこう一方的にマッチメイクされたタイトルマッチだったらしょうがないですけど、誰がこのタイトルマッチをやろうと言ったのか、誰がこういうトーナメントをやったのか、それを考えたら頑張ったけど負けました、じゃあ僕は済ませたくないですよね。なるほどね。なんで勝たなかったんだ。それから試合を見ていてもですね、両者の連携が印象的なことオズフリップの3連発4連発でしかないんですよね。心なしというふうに言うのはちょっと心もとない気がする。でもやっぱりあのチームとしての能力を 100% 出す、まあどうでしょう、今日は60%分けてますね。ちょっといやー、キミコで分け合っているこの1年分のワイン、ビッグボトルであります。あれデブリさん飲んでますよ。最後の最後に昭和世代が、20世紀の最後に昭和世代が、ちょっと待って、ちょっと待って、もっと後楽園ホール、ちょっと暗くなりましたよ。ゼロだという叫びがありましたが、どういうことなんでしょうか。だってクラッシュ2人ともセコンドついてなかったでしょ。ゼロゼロゼロ、おっと、でどっから、これはどっから来るんでしょうか。このテーマ曲、南側だ、胸に十字架を背負ったゼロの登場であります。いや、須山さん、隣は何ですか。隣はゼロらしきものが2ついますよ。アツカ選手です。机勝つぜのアツカだ、ゼロじゃない。でもゼロもいますよ、 そこにだ。アツカ選手もう、2人がリングを見合う。須山さん、はい、何が起こったんでしょうか。時代が最後の最後に戻されようとしたわけじゃないですか。この2人が勝ったことによって、そうですね、昭和世代が勝利しましたね、昭和させじということなんでしょうか。そうなのか、もしくはこの2人とこれで対戦するということを意思表示なんでしょうか。当然この2人はアピールさえすればクラッシュの対戦があるわけですよ。なるほど。トーナメント勝ってサランベルトまで取りましたから。あ、ポリスがちょっかいかけてますけど、ポリスがかけていきますが、問答無用という雰囲気。あ、ポリスが、ポリスが捕まっている。リングに上がった。
ックは不運、気をつけてまいりました。須山さん、これゼロは見たことありますけれども、飛鳥選手何なんでしょうね。